物語によれば人生とは幸せでなければいけないらしい。もしそうなら私の毎日は人生とすら呼んじゃいけないよね。え誰でもいいよ優しくして。うっかり勘違いするくらいにまだまだ捨てたもんじゃないなって、そう思ってないととてもじゃないけど生きていくのは簡単で、生きない方がはるかに難しい。大事にしなくてもほら私の命はとっくに持て余してる。カードゲームはもう積んだけない、すでにろくな手札がない状態。それでも残り運十年の節制、いっぱいの笑顔で生き抜け。素晴らしく凡庸なこんな世界に一体誰がしたって、もやめられない、仕留められない。やめたところでだから何。ああ毎日にアンコールなどない、太陽が落ちたらさようなら。エンドロールが流れたって誰の名前かわからしないよ。人生にアンコールなどない、先行きじゃ不安で寝れる。うっかりハマって落ちたって誰も気づいちゃくれないよ。人それ単体に価値なんてさ。人生とは万物にかけがえがないらしい。もしそうなら私の将来はもはや変えられない気がするんだ。ねえそれならいっそ閉じてしまおう。はこれで解決、ハッピーアンサー。さお手を拝借皆皆様、 Life was beautiful ほら。なんてさ。